楽曲として発表され、長年2024年日本プロ野球の開幕です。まず闘魂込めてを歌う三鷹純さんのファーストピッチで始まりました。そして続いてセレモニアルピッチ、バッターは中畑清さん、そしてジャイアンツアカデミーの関蓮太郎君、キャッチャー巨人女子チームキャプテンの金光りりなさん。セレモニアルピッチが行われました。さあ自身初の開幕投手は戸郷翔征です。不安も大きいという中で、その立ち上がりゼロに抑えるという一体の表になりました。一方タイガースは2年連続開幕投手の青柳晃洋、球団史上初連覇へという開幕戦です。そして3回表近本出塁、この後2番中野がすかさずバットでヒット。タイガース強力1番コンビがチャンスを作ります。この後森下の打球右中間、これを梶谷がスーパーファインプレー、飛び出した中野耐えれず結果ダブルプレー。試合の流れ、試合の結果を大きく大きく左右する梶谷のファインプレーが飛び出しました。スタメン起用に応える梶谷です。さあそしてルーキーながら開幕スタメンを勝ち取りました佐々木俊介、詰まりながらも嬉しい嬉しいプロ初ヒット、 H のランプが灯りました。笑顔も見えた佐々木です。ツーアウト満塁のピンチを背負った青柳、ここはなんとか踏ん張ります。5回です。先頭吉川尚輝、いい当たりフェンス直撃、これがツーベースヒット、チャンスを作ると、このプレーも岡田監督が大きかったと話すボークがありまして、ノーアウトランナー3塁、ワンアウトランナー3塁になりまして、1番の佐々木初ヒットの後はしぶとく初打点、阿部新監督率いるジャイアンツ目指す1点をしっかりと取る野球を佐々木も体現しました。巨人が先制です。そして続く5回、先ほどチャンスで凡退の梶谷、3番スタメン起用に応えるツーランホームラン、ライトでの守備ファインプレーに続いてバットでも結果を残しました。3対0です。初の開幕投手を務めた戸郷翔征、6回100球無失点、見事その大役を務め切りました。ここからは阿部監督が掲げる勝利の方程式、ドラフト1位ルーキー西舘、本拠地東京ドームでデビュー、躍動感あふれるピッチングで見事この日本一阪神タイガースをゼロに抑え、笑顔もありました。そして中川です。ランナー出しますが中川もゼロに抑えます。3点差で8回の裏、ワンアウトランナー1塁3塁で丸佳浩詰まって、これで丸は今日猛打賞、3安打1打点、丸も開幕戦素晴らしい結果です。そしてセーブシチュエーションではありますが、これが今年の巨人の形という球界大勢がマウンドに上がりました。4対0、阿部慎之助監督が嬉しい初勝利、去年のチャンピオンチーム阪神タイガースから記念すべき初勝利を挙げています。